どうも、乱食チャンネルです。今日はいくつか質問があったので、そちらの質問に対して、まあ、回答といいますか、こういった形でやってますよっていうのをこう動画にしたいなと思うんですけど、最近ですね、ショート動画の方で僕の練習の動画を投稿しております。まあ、基本的には週3、4、5本ぐらい、上げていってるわけなんですけど、まあ、大体行ったトレーニングをどんどん投稿していってるような形になっております。基本的には、ほとんどのトレーニングに関してはショート動画で、まあ、ポイント練習をメインとしてショート動画で投稿していっているわけなんですけど、その中でですね、あんまりこうトレーニングの内容みたいなところは深掘りしてないんですよね。やっぱショート動画ってその面白さというか、こうギュッとした情報みたいなとか、なんかタイムとかよりもなんかこうざっくりとした動画の方がウケるかなと思って、あんまりこう詳しい内容とかは省いたりとか、できるだけこう面白くできるような動画を作るようにしてるんですけど、まあその影響もあって、詳しい設定タイムとかその辺はあんまり動画に残してなかったりしております。まあそんなこともあって、僕のトレーニング結構参考にしていただいている方も多いのか、行ったトレーニングのペースとかそういったところも気になりますということがあったり、あとトレーニングのこう流れみたいなところもすごい気になりますみたいなコメントも多くいただきますので、まあそちらについてちょっと回答したいなと思うんですけど、トレーニングに関して言うとですね、答えから言いますと、ショート動画でそういったことを答えるのは難しかったりします。なので、まあ YouTube、ショート動画の方でトレーニングのその細かい設定とか、細かい事情みたいなところは話すことはできないんですけど、僕のインスタグラムですね。インスタグラムの方では、まあ基本的に毎週、1週間行ったトレーニングメニューをフィード投稿として残していっておりますので、シンプルに言えばそちらを見てくださいというような形になります。インスタの方ではですね、結構こう、まあ YouTube 動画媒体だとどうしてもこう、まあ難しい話よりも、できるだけ簡単とか、簡単明瞭、わかりやすいとかの方が大事になってくるかなと思ってて、まああんまり深い話とかはしないようにはしてるんですけど、インスタの方では今言ったような練習の、まあ、1週間のトレーニングを行った内容をまとめて動画にまとめてフィード投稿してますし、まあ、その他にも、まあ、僕自身いろいろね、ランニング、まあ、マラソン、長距離マラソンのトレーニングを日々ね勉強しながら、そちらのアウトプットの場所としてインスタグラムを使っております。いろいろ投稿してますので、まあそれも見ていただくと、より皆さんの知識も深まるかなと思って、僕はそこをアウトプットの場にしておりますので、まあそういったものも楽しみながら見ていっていただければなと思います。インスタに関しては概要欄にリンク入れておきますので、そちらからね、フォローしていただければなと思います。まあそれとですね、もう一個、ブログですね。ブログも僕やっておりまして、ブログの方では、まあ毎月のトレーニングを載っけております。インスタよりもより詳しく、その時行った内容の振り返りみたいなことも加えてブログの方ではやっておりますので、トレーニングの意図とかそういったところをより詳しく知りたいとか、文章を読むことになるので、結構こう、なんていうの、本当に、まあそういった知識が欲しいとか、マラソンの勉強するのが好きだよっていう方は、ブログ読んでいただくと、より詳しく説明できる。僕としても、より詳しく説明できてるかなと思います。どうしてもね、やっぱ動画、まあ、インスタに関して言うと、フィードでイラストを作らないといけないので、イラスト作るってなると、こう、文字ばっか入れない。ちゃんとこう、イラストとしてフィード投稿しないといけないとかあるから、なかなかこう、詳しい内容、踏み込んだ内容ってそこまで書けなかったりするし、YouTube に関して言うと動画、まあ見ての通り僕はですね、もうめちゃくちゃ口下手なので、うまく伝えきれなかったり、YouTube に関して言うと、もうほんと簡単な内容というか、より難しいところは、省いた状態のもう結論だけの話の方が、受けが良かったりするので、まあそういった意味ではなかなかこう動画でアウトプットするっていう機会はあんまりないんですけど、まあ、よりこうランニングのことを知りたいっていう方はですね、インスタ。で、インスタでももう少し足りないっていう方は、もっと詳しく、よりメカニズム的なところも知りたいよって方は、ブログの方で僕結構アウトプットの場として使っておりますので、そのあたりをですね、ぜひ活用していただければなと思います。まあそんなところで質問いただいてた設定ペースとか、そういったものも知りたいよっていう方向けに対して言うと、インスタですね。インスタをぜひフォローしていただいて、
そちらの投稿を参考にしていただければなと思いますし、より、マラソンとか、より詳しく、メカニズム的なところ、より詳細に知りたいよって方は僕のブログを参考にしていただいて、マラソンの知識深めていただければなと思います。はい。ということで、今回はご質問いただいた内容に対して、ちょっといくつかね、質問いただいてたので、そちらの方に、答えないのも、一つ一つ答えるのも大変なので、こういった形で動画で、解説させていただきました。はい。ということで、今日の動画に関しては以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。メンバーシップメンバー募集中、月額90円では質問に動画で答えています。マラソンに関すること、何でも回答します。月額490円では表では言えないシューズレビューなんかもやっています。ランショックチャンネル応援してるよって方、概要欄からよろしくお願いします。一応、せっかくなので動画でも質問いただいたので、そちらを答えたいなと思うんですけど、まずロングですね。ロング走ですね。前回上げた動画なんですけど、週末は結構20キロかな、20キロから25キロの間ぐらいでロング走やりたいなと思って今取り組んでおります。平日がだいたい1回で長くても16キロとかでしか走ってないので、それを午前と午後。午後はプラスで、4から10キロみたいな感じかな。4から12キロか。午前中にだいたい12キロから10、12キロから18キロ。午後に、4キロから12キロみたいな感じで、だいたい1日20キロちょい走るようにしております。週末はさっきも言ったようにロング走で20キロから25キロ。1回でバツッと走って午後は休むみたいな感じのサイクルで今やっております。で、そのロング走ですね。ロング走のペースなんですけど、基本疲れてなければ、すっげえ体重いなとか筋肉痛やばいみたいなことがなければ、4分10ぐらいからちょっと入って、アベレージ4分になればいいなぐらいで、やるようにしてます。この間の動画上げた20キロに関して言うと、あの日は、前日結構トレーニング刺激、前日じゃない、前々日に久しぶりにとか、こうプログラム的に得意期に入ってきて VO2 MAX を少し叩いたんですけど、その疲労と、翌日土曜日にウェイトをやった疲労っていうのもあって、結構ですね、日曜日の時点、ロング走当日の時点でめちゃくちゃ体が重かったので、20キロはどちらかというとサブ的なトレーニングに今のところなってるので、ペースあまり気にせず行こうと。確か履いたシューズもゲルニンバスとか、ゆっくり走るシューズで走ったので、ほんとペース決めずに、4分40ぐらいから1、2キロ走って、そこから少しペースどんどん上げて、10キロぐらいまでは4分10とかそんぐらいかな。4分10から4分20の間ぐらいで走って、残りの10キロから20キロの10キロ区間、後半10キロ区間は結構余裕があった。最初10キロ行った時点で結構筋肉もほぐれてきて走りやすいなと。サブ的なロング走ではあるけど、ゆっくり走ってもあんま意味はない、意味はないけど、怪我はしたくないし、疲労を抜く方が大事だなと。次またトレーニング控えてるしっていうところもあって、ゆっくり入ったものの、後半少し体が動いてきたっていうところもあって、できるだけ、練習として落とし込むために、ちょっとペースを上げて、後半は3分50から4分の間ぐらい、4分切るぐらいで走ってました。で、それで20キロかな、19キロかな、19キロまでそのぐらいの感じで行って、ラスト1キロ少しガッとペース上げて、3分33かな、ラスト1キロだけ3分30秒台に、上げて終わったというようなペースでした。コメントあとよくいただくのは、400のインターバルですね。400のインターバルに対しても結構コメントいただくんですけど、で、400のインターバルに関しては、最初は、76ぐらいでやってました。一周76。400を76なので、だいたい3分10秒ぐらいでやれたらいいなと思ってやってました。1010本の LT インターバルやるときもだいたい3分10ぐらいでやるので、それをさらに細分化したと思って、76からやっていこうというような形でやってました。で、レストに関しては30秒ですね。どっちかというと、このレストの短さっていうの方が大事かなと思ってます。ただ、ペースも大事じゃないかと言われたらそうでもなくて、僕はこのダブル域地、ノルウェーメソッドを、一つ元にトレーニング組み立ててるんですけど、そこで言うと、LT2 よりもう少し早いところで、400の LT インターバルは
LT2、ハーフマラソンのペースよりも速いところで回せるっていうのがこの400インターバルメリットのようですので、結構早くやんないといけない。乳酸値測れるときは乳酸値測って4ミリ以内にするっていうのが大事らしいんですけど、まあその原文読む感じだと通常の2キロインターバルとかロングインターバルとかテンポランやるときよりも400のインターバル400で回した方が乳酸が上がりきる前に一本一本が終わるし、その都度レストが入るから乳酸がこう上がりきらない、まあ、言ったらチートみたいな感じですよね。だからもう完全なんていうのかな、乳酸は悪みたいな感じ、乳酸が疲労物質だぐらいの感じのなんか受け取っちゃったんですけど、僕としては。まあでも乳酸ってね、そんな悪いもんじゃなくて、まあこれぜひね読んでほしいんですけど、ハッタ先生の乳酸サイエンス、あの乳酸は全然悪じゃないから、僕こういうのハッタ先生のね、あの本すごい好きで、いろいろ乳酸の本買って読んだんですけど、まあなんかちょっとそことこう干渉するような原文のところもあったりして、まあまだまだこう、まあどっちをこう信じるというかこう信仰していくか、まあはたまた乳酸に対する理解が足りないっていうところもあるかなと思うんですけど、その400の LT インターバルに関して言うと、乳酸が溜まりきる前に終われるからスピードをガンガン出せるっていうような形でした。乳酸を計測するがゆえに、乳酸をどうやったら溜めないで行えるトレーニングができるかっていうところで行き着いたのが多分400の LT インターバルだと思うんですよね。テンポランとかだと乳酸がどんどん上がっていって、うまく刺激、この規定内、4ミリモルの規定内に収まんないから分割して、チート的に上がりきる前に一回一回休むみたいな感じのことを僕はその原文を読む感じ受け取りました。なのでペースに関して言うと、どんどんやっぱ速くしていかないといけないし、でも速くしたせいで、ベストを30秒じゃなくて45秒、60秒と取んないといけないとなると、それはそれでまた問題であると思います。まあそんな形で僕は最初400を76秒、3分10秒ペースで回してたんですけど、今はこう結構ね、適応が進んだ、LT の強化が進んだのか、まあ、74を起点にしつつやろうと決めて、結局72では回せて、最終結構余裕が残って、70切って69秒、68秒で回れる、かつ、レストも30秒満タン、ギリギリいっぱい取らなくても回せる。まあ、20から25秒ぐらいでスタートを切れるぐらいのところまでは持ってこれておりますし、実際、そんなのできんのと。LT でトータル420本なんで8000メートル行くんですけど、8000メートルでラスト68上がってくるって相当もう僕のレベルからすると、LT ではないかもしれないんですけど、結構そのぐらいまで上げても余裕はあるみたいなのが、この400インターバル、400LT インターバル、ノルウェーメソッドにおける400インターバルのいいところなんじゃないかなと思っております。なので設定は76から開始したものの、最近は72からやって、後半70ぐらいまで上がればいいかなぐらいの感じでやっております。まあ、ついでに言うと、午前中ですね。午前中は低酸素のトレッドミルで、6分 LT ペース、これを5セット。で、最初は2分でやってたものが、今は、60秒から70秒ぐらいのレストで、行えるようになっております。まあ、結構、楽にこなせております。まあ、こっちはですね、結構ペースがね、遅いので、今言った400のインターバルは LT の結構上限、一番速い方で走るトレーニングなんですけど、午前中に行う少し長めの LT 走、6分5セットっていう方は LT の低い加減ですね、加減で行うっていうのがトレーニングとしてはいいのかなと思うので、結構加減の方でやってます。ペースは3分20秒ですね、でやっております。まあ低酸素なので結構きついっちゃきついんですけど、まあそれもまあだんだん慣れてきて、でペース自体も3分20秒なので、めっちゃきついかって言われたらそんなにめっちゃきついペースではないというところで、だいぶ午前中の方に関しても余裕は出てきてるかなというようなところですね。あの最近のトレーニングの設定ペースについてでした。なかなかこうショート動画の方でペースまでお伝えすることはないので、こういった形で動画で説明させていただきました。はい、ということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。